ホイトブとは、ドルベンオイラトに属する部族の一つ。ジンギスカンと、同時代のオイラト部族長、クドカベキを先祖としており、部族連合を形成する以前の、オイラト王家の後裔であった。モンゴル五年代期の一つ、白当時では、ホイトブの思想、ヤバガンメルゲンであるとし、フダハベキの息子イナルチと、トロルチの後裔が、ホイトの狩猟であると記している。 クドかべきに始まるオイラト王家は、コンギラトのアルチノヤン家に次いで、チンギスカンカに複数の火を排出した有力民族であったが、モンテカーン死後の定位継承戦争においてアリクブ家、側についたため、これ以後岩頂においては、有力民族としての地位を失った。定位継承戦争に続き、シリギの乱においてもオイラトはアリクブ家の子孫に協力したため、オイラトは一時衰退した。 しかし、1291年に、オイラトの地からキルギスに至る、駅伝路ができると状況が変わり、キルギスからオイラトを経て、モンゴリアにおける岩長の拠点であるカラコルムや、深海への交易ルートが確立したことによって、オイラト部は、経済的に活性化した。14世紀末、オイラト部は、アリクブ家の末裔であるイエスデルに従い、時の大ハトグステムルを殺害した。 この際に言えスデルの下に結集したハンクビライ家の諸部族、オイラト部、キュバルグト部、旧内マン部が結集して形成されたのがドルベン・オイラトと呼ばれる部族連合であった。このような経緯を反映して、明朝で記録されたオイラトの指導者は、最初モンケテムル一人であったのが、後にはマフムード、タイピン、バト・ボラドの三人となっている。一説にはバト、ボラドが、 ホイトブの長とされるが、エーラクミカドのモンゴリア遠征が本格化すると、チョロース氏のマフムードがドルベン・オイラトブ族連合の最高権力者となっていった。マフムードの死後に一時タイピンとバト・ボラドの勢力が盛り返したが、マフムードの息子トゴンによって両者の勢力は倒され、チョロース氏によるオイラトブ族連合の統治が確立された。トゴンの後を継いだエセンは、モンゴリアを統一し、 はを称するに至ったが、モンゴル人の反発を招き部下のアラクテムルに殺された。エセンの死によって、チョロース氏の支配体制は、崩れ、再び、ホイトブが力を持つようになった。エセンの死後、チョロース氏からは、オシテムルや、ケシクといった指導者が排出されていたが、エセン時代ほどに勢力を回復することはできず、代わって、ホイトブが、ドルベンオイラト内で有力となった。 モンゴル側では、エセンの死後にヨンシエブやトゥメトといったモンゴリア南方の部族が有力で、チャハルのハーンと争っていたため、北方のオイラトとの戦いは避けられていた。ダヤンハーンによって、モンゴル諸部族が再統一されると、モンゴル側は再び、オイラトとの戦いに目を向けるようになる。百五十二年、ダヤンハーンの孫の中で、最も牽制を誇ったアルタンハンはオイラトに、遠征し、 8 0 0ホイトのマニュミンガトを、クンゲー側とザブハン側のアゼで破った。マニュミンガトは殺され、妻のジゲケン赤と息子のトホイトボケグデーをはじめとする、国人すべてをアルタンハーンは征服したという。また、同年に、それまで、記載のない保守ト部のハーニのヤンホンゴルが、初めてオイラトハーンを称したと記録されており、アルタンハーンの遠征によって、ホイト部が衰退したのに乗じて、 勢力を拡大させたものとみられる。1574年には、さらに大規模なオイラト遠征が行われた。まず、オルドス部のブヤンバートル本体寺がオイラトに出兵し、同時期にカザフハン国に遠征していたホトクタイセチェン本体寺も、またはルスクルに市長を置いて、オイラト遠征に加わった。ブヤンバートルがエセルベイ率いる8000ホイトを征服する一方、ホトクタイは、 ハムスト・デリトク率いるバートとを征服し、その息子オルジェイ・イルドッチは、食料が尽きて、石を食べたとされるほど苦労しつつも、バジラ率いるドルベトを征服した。遠征から諸将が帰る途中、ホトクタイは、ブヤンバートルに、ホイトを解体するよう勧めたがブヤンバートルは聞かず、また捕虜とした、エセルベイの態度が不存であると起こったことから、エセルベイの反乱を招き、 キルジャバクのアゼデブ・ヤンバートルは殺されホイトブは逃れ去った。エセルベイがオルドス部の狩猟を殺した一件はオイラト内で広く語り継がれ、形を変えていくつかの司書に記録されている。1623年、ハルハブのウバシ本体児がオイラトへと出兵したが、その際にエセルベイの息子サインキャーも参戦していた。 ウバシ本体寺との戦争には勝利したものの、1625年には、保守との陳大師の遺産の分配をきっかけとして、オイラと部族連合全体を巻き込む内乱が勃発し、特に、ホイとバートとバルグが、壊滅的な打撃を受けた。弱体化したこれらの部族のうち、バートとは、保守とに吸収され、ホイとは、ジューンガルに併合されたものと見られる。ジューンガル部が、 ドルベン・ウイラトの中心となって、勢力を拡大した時代、ジューンガル本体寺配下の有力部族長として、ホイト部のアムルサナがいた。建立19年、ジューンガルの派遣をめぐって、ダワチと争い破れた、アムルサナは新朝に投降し、聖朝によるジューンガル遠征を手助けした。当初、アムルサナの聖朝への協力の見返りとして征服後のジュンガリア統治は、 アムルサナ一人に任されることが約束されていたが、この役場は保護とされジューンガルの給料は、チョロースドルベト補修とホイト四部の統治者によって分割統治されることとなった。これに不満を抱いたアムルサナは新朝による召集で、熱化に向かう途中で新朝の護衛より逃れ、入り地方で清朝に反旗を翻した。新朝より遠征軍が派遣されると、 アムルサナは一時、カザフの中術図に逃れ、さらに、ロシア帝国の援助を求めて、シベリア地方まで移住した。しかし、ジューンガルと新潮の争いに不介入の方針を取っていた、ロシアの協力は得られず、最後には、天然痘により、とぼリスクで病死した。アムルサナが、ロシア領まで逃れてから死んでしまったことは、アムルサナの身柄の受け渡しをめぐるロシア、 成長間の外交問題を引き起こしている。新朝のもたらした天然島の流行、アムルサナの反乱と逃亡によって、ホイト部は打撃を受け、トルグート部や補修ト部のように単独で一部を維持することはできず、新朝の統治下で、少数の旗が残るのみとなった。クトカベケオチライミンガトスタイミンガトエセルベエノム、ダライスルタン大使、アユシタイジオカダ2010。 376ページ、宇野1999,1から2ページ、白石2002,361から363ページ、岡田2010、397から398ページ、井上2002,140ページ、岡田2010、77ページ。この名前は、白藤寺などのホイト部部族長の中には見えないため、おちら移民画とか。 スタイミング型の演者と見られている岡田2010、418ページ、岡田2010、416から417ページ、岡田2010、420から424ページ、岡田2010、376ページ、森川1983,79から80ページ、森川1983,75ページ。ありがとうございます。